おはよう、こんにちは。そして、こんばっけー。どうも、オス、オラ、バッケンでございます。今回もですね、前回に続きまして、こちら、ドラゴンボール、シェンロンの謎をやりたいと思います。まあ、前回はね、ドラゴンボールを7つ集めて、シェンロンに、まあ、パワーアップをしてくれという願いを叶えてもらいましたけども、まあ、その時点でね、まあ、原作無視なんですが、まあ、今回はね、その続き、まあ、7面からなんですが、カンフー大会に出場するというところからやっていきたいと思います。それでは、スタート!さあ、カンフー大会って、なんやねんっていう感じになりそうですけれども、この辺ぐらいからね、まあ原作とあれなんか違うんじゃないのみたいなのがね増えてくるんですよね。さあまずね、雑魚を全員倒さないと次のステージに行けないので、このクリリンみたいな雑魚をね今倒していってるとこなんですけども、でこの願いを叶えてパワーアップしてもらったことによってね、この HP がね150からマックス250に増えてるんですよね。正直言うと、この7面まで来るのはね、そんな難しくないんですよね。ここからが大変っていう感じで。あ、良いか。第1回戦の相手は、クリリンじゃ。ってことで、まさかの1回戦の相手がクリリン。さあ、クリリンはね、まずここにね、場外に行きます。てか、クリリンの服装よ、これ。魔族みたいな服装だ、これ。ピッコロさんに修行つけてもらったのかっていう。さあ、そして端っこまで追い込んだら殴って、そしてまた逃げる。これね、天下一武道会ではないのでね、あくまでもカンフー大会なんで、これ武舞台はね、単なる飾りです。落ちてもね、負けにも何にもならないっていう。さあ、これでノーダメージで倒せますね、クリリンは。うむ、よくやったぞ。その8、カンフー大会2回戦。さあ続いて2回戦ですね。まあ正直言うとね、ここからが大変と言いましたが、カンフー大会に関してはそんなに難しくないんですよね。むしろカンフー大会が終わった後の方が大変なので、まあ、この辺りはねもうサクッと、クリアしたいなと。あれ入れない。おや、ここにね入れるところがあった。あった。なんかこの曲があれだな、ついさっき聞いてたはずなのに、すごく懐かしい曲みたいな感じがする。まあなかなか回復アイテムは出ませんね。このゲームがね発売したのが1986年の11月27日らしいんですが、この時にはね、アニメも原作はおるかね、アニメの方でもすでに天下一武道会終わってるんですよね。なんでカンフー大会にしたんだろうね。よいか、第2回戦の相手はメタリック軍曹だって。ってここでメタリック軍曹っていう。まあカンフー大会だからね、ここは。さあ、メタリック軍曹との戦い方は4発殴って下がる、下がる。1、2、3、4発、こうすればね普通に勝てる。こいつもノーダメージで勝てるんで、まあ、簡単に行くことができますね。よう頑張ったの。なんかぶっきらぼうすぎないか、亀仙に。あ、その9、カンフー大会準決勝。さあ準決勝までとうとうやってきましたね。辺からね、正直雑魚が強くなるのがきついんですよね。ただカメハメハはできれば後の方に温存しておきたいので、ここで何が出るか。おお、カメハメハと、おお、ケーキが出た。これはもうあれだな、カンフー大会は楽勝だな。まあ、この辺ぐらいからちょっとね、カメハメハの数を増やしたいんですよね。やたらと回復出るね。いや、あんまりいっぱい出すぎても困るんですよ。もうちょっとね、後で出てほしくて、HP 減った時に。あ、よいか。準決勝の相手は、ヤムチャじゃ。そう思うよね。あのヤムチャかって。よう出てくるな、ヤムチャ。
久しぶりだな、悟空。俺も修行してきた。今度は絶対に負けないぜって、まあ言ってるかどうか知りませんけれども、セリフがないのでね、ちょっとは言っておきましょう。まあ相変わらずの ER カンフーだね。そしてここで、ローガン、フーフー剣。まあ、ヤムチャはね、もうそんな強くないので、今みたいな感じでやれば勝てるかなと。なかなかやるではないか。その10、カンフー大会決勝。さあ、やってきましたね、とうとう決勝まで。まあね、やっぱり決勝ともなるとね、やっぱあの人が相手なのかな。やっぱほら、このままね、弟子が優勝しちゃったらね、その弟子が天狗になったら困るからね。おー、HP の回復、ここでまさか出ると思わなかった。まあ、これだけ HP がいっぱいあると、カメハメハはもう使わずに行きましょう。お、尿意棒まで出ましたね。正直ね、ここは本当に HP ちょっとぐらい減ってもいいかなと思ってたんで。さあ、これで、雑魚全員倒しましたので、あとはここにあるですね、隠し部屋に入るとパンツ多いな、おいパンツ3つって多すぎるだろう。さあ、お、カメハメハが1、2、おお、満タンまでいった。さあ、それでは決勝に行きたいと思います。あ、いよいよ決勝じゃ。相手は怪物ブヨン、ヌカルでないぞって、まさかまさかのジャッキーズンチュンじゃなかったの普通さ、ここはあの弟子のためにってなってさ、亀仙人がジャッキーチュンに変装するんじゃないんだっていう。さあ、ブヨンの倒し方はね、これ原作通りで、壁の向こうをね、壁に向かって殴って、そうするとブヨンが凍るという。ただね、外暑そうだったけどね正直言って。あ、でかしたぞ、見事じゃ。ブルマたちとの長い長い冒険が終わってから再び1年が過ぎました。悟空は孫悟飯の形見のドラゴンボールを探すために新たな冒険の旅に出ました。今度の旅は悟空一人。悟空はブルマからもらったドラゴンレーダーを頼りに、なんと宇宙へ向かったのですって。そうなの、そんな展開。その11、トニンジンカの復讐。あれ、どうしたんだ、息ができないぞ。当たり前じゃ、途中で酸素ボンベを取っていかないと窒息するぞいって。誰やねんこのおばちゃんこのおばちゃん、なんで悟空に上からそんな感じで言ってんの、もうわかんないこのゲームが。あー、パンツか。さあ、このステージね、何がきついかって HP がね150に戻されるんですよね。なので正直途中でケーキが出ないとかなり苦しくなってくる。あー、出ないな。さあ、ケーキ来い。わー、カメハメハか。カメハメハ何発あるんだ今。よくやってきましたね。今度は前のようにはいきませんよ。ははーん、ブルマを人参にしたやつだな。さあ、宇宙一の殺し屋クリリアン、こいつを血祭りにしてちょうだいって。クリリアンって誰な一体。あー、出た、クリリアン、悟空最大のライバルって。もうね、原作をさ無視しすぎだろうって思うよね、ここまで来ると。いや、これはもうね、ファンへの冒涜ですよって言いたいとこなんですけども、クリリアンをデザインしたがね、鳥山先生だから何にも言えないというしょうがない、神が言うんだから。
さ、HP の回復は相変わらず出ませんね。あー、出ないな。さあ、この辺でここか。あー、パンツか。さあ、ここは慎重に行きましょう。お、来い。あかんなぁ。如意棒かぁ。いやぁ、体力きつい。さあ、もうあと敵が2人いるだけだ、このステージ。来い。おぉ、ケーキきた、ラッキー。む、しぶといガキだ。今度こそこの私が人参にしてくれるわ。へへーん。またこの如意棒で退治してやる。これね、如意棒がなかったらここセリフ変わるんですよね。わあ、如意棒がねー、どうしようみたいな感じで、まあここにあるんですけどね。どっちにしろなんであんねんって感じだけど。さあ、トニンジンカはね、そんなに強くないんですが、一発でも食らうとゲームオーバーになっちゃうんで、まあこれ多分月の上かな、ここは。それがちょっとね、危ないとこではある。やったー、ドラゴンボール。これはじっちゃんの形見のボールじゃねえ。あ、その銃にセブンアイランド。やっぱり空気のあるところはいいな。レーダーだとこの辺りなんだけどな。さあ、セブンアイランドにやってきましたね。まあもちろんどこやねんって感じですけれども、っていうかもうここまで来るとさ、俺は何のゲームをやってるんだっていう気になりそうですけど。深く考えないでおこう、ここは。いやー、なかなか HP 回復は出ないね。おお、お肉出た、助かった。あぶね。さあ、カメハメハを一発二発まとめて倒して、おお、これはいい感じだ。ここで200あるのは結構心強い。硬いなあいつ。さあ、このサラマンダに出てくる一面のボスみたいなやつがいますけれども、よっ、やったー、ドラゴンボール。これはじっちゃんの形見のボールじゃねえ。もうギャグみたいになってる。お前に食わせるタンメンはねえみたいな。よくあのバブラーを倒したのを、さっきのバブラーっていうらしいですね。セブンアイランドにかかる橋には気をつけてな。橋だな。あんまり動く気にしてないね、ここはね。さあ、おっと、こいつが本当に強いからな。いや、カメハメハ何発当てりゃいいんだっていう感じだよね。さあ、ここで回復が来ないね。やたらとパンツの出る確率が高い。まあこいつもね、カプセル出す確率低いんでね、正直。今のは何だろう。はてなか。まだもう一箇所抽選がある。さあ来い。あー、如意棒かー。まあないよりマシかなって感じはするけど。こいつ強いなやっぱり。あー、しまった、最悪だ、落ちちゃった。これ確か3匹倒さないと出られないんだっけ。1、2、3、やってしもうたー。きついな、もう。これはちょっとこっちから行くのやめようかな。あー、ダメだ、一
けない。いやー、かなりまずった、かなりまずった。あー、ダメかー。もうあとここぐらいしかないかな。あ、しまったー、間違えた間違えた最悪だ、今のほんと失敗した。やべえぞこれ。ちょっとうわー、112かー。まあ匂い棒だよねー。まあ、次のステージはまあいけますよ、さすがに。途中まですっごいいい感じだったんだけどな。ほんとつまらないミスを繰り返した。やったわー、やったーって突然のブルマの登場。よし、この先がジャングルだな。その13、ジャングル王貧乏。もう貧乏って誰やねん俺ドラゴンボール見たことない人かな、もしかして。4つ目のドラゴンボールはジャングルの奥ね。オラはやっぱりこういうところがいいな。へへへ、バカ野郎、俺はシティボーイだぞ。こんなのやだよって、なんでウーロンいんのここに。さあここでどれだけ HP を回復できるか、もうほんとそれにかかってる。てか正直クリアした時に200残ってないと大体失敗してる。さあ来い。あー来ないな。調子がいい時はカプセル出まくるんだけどな。さあここもカプセルは出ないので、ここも出ないか。わあやばい、強い。体力を増やすつもりで戦ったら逆に減らすというよくあるやつだ。さあまずは最初のカプセルのある部屋へ。この3つあるやつはね結構チャンスなので、失敗したー。55しかない。ハロー、久しぶりじゃのお前たち。亀のじいちゃん、こんなところで何やってんのよ。確かにそうだよね、バカンスじゃよ。ナウイじゃろなんか怖いね、なんでこんなとこ本当にいるんだろう。この先の洞窟にものすごく役に立つ鍵があるんじゃがの。本当か。さあどっかで見たことあるようなミニゲームですけれども、まあ、亀仙人が役に立つ鍵があるって言ってるけど、具体的にどう役に立つか教えてくれてないところが少々不安にはなるよね。あ、見つかりましたね、鍵が。あったぞ。ただではやらんぞ。ブルマのパイパイを続かせてくれたらな。いやいや、もう亀仙人前回のことでちょっとさ癖になってるやんいや危ないよこれ、もう追いかけてきてるって絶対これ。じゃああげないもん。ウーロンちょっと、まさか。実はカクカクシカジカ、私に化けてつつかれて、いいでもすぐなるっていう。もうウーロンちょっと怖いウーロンのこの前向きさも怖い。まあここはね前回のイベントと正直あんま変わんないんですけども、続くだけよりパフパフがいい。パフパフおーぐおーズゲゲー赤い、画面が赤い。
さあこいつをしっかり倒して、おお肉かちょっと増えたね。あーしまった。まあさすがにあいつからは出ないか。戦いにくいな、なんだかんだ言って。おお来た、ケーキラッキー。これはちょっとありがたい。まさかここでケーキ出ると思わなかった。あともう一個、あともう一個あればもう本当に完璧なんだが。さあここでカメハメハで一掃してしまいましょう。まずはここ。さあ来い。あーダメか。さああと2箇所、続いてここ。あーダメか、最後の1箇所、そこで出なかったらかなりきついっていうか、やはり最後で死ぬ。頼む来てくれ。おお来た、これは来たぞ。おお来た来た来た、247。これいけんじゃないか、もしかしてこれすごいぞ。よし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 、これ絶対に行こう。おい地下の方に通じているぞ。ほんとだ。さあ無駄なダメージはね食らわないようにちょっとし、あー食らってるし、もうさあここはもうねカメハメハで遠慮なく倒していこう。これであと一発当てれば、おお危ねえ、二発か。ちょっと怖いな。よし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 。さあ、ボスですね。怖すごい近くに来た。さあ、これがジャングル王ビンボってやつですね。ひどい敵だな、本当に。これ作った人さ、ドラゴンボール見たことあんのこれ。多分ですけど、まあ、ウパのお父さんの、あー危ねボラを意識してるんだと思うんですけど、あれかな、なんかあの、出てるシーンだけ見て、こういう敵キャラかなっていうのを予想して作ったのかな。あ、こいつ、ロープの上登りそうだなっていう。嘘でしょ。さあ、まあ、ボンビじゃないか。貧乏はね、弱いので。ほら、見てドラゴンボールよ。ありゃー、またじっちゃんの片身のボールじゃねえや。引きが悪いね、なかなか。その14、その14、コンペイ塔。わー高い塔だな。さあこれが最後の決戦よってなんで決めつけちゃったの。ブルマ張り切ってるな。しかも決戦ってさ、ボールを集めるのが目的だからね。まあ、ここは多分ね、かりんとうと、おお、なんかすごい出た、いろいろ。パンツ2つ、何持ってんの、あいつら一体、ボンバー。あー、怖い。ダメージを極力食らわないようにしないと。多分、かりんとうとマッスルタワーが合わさったような感じだと思うんですよね。さあ。ここもね、クリリン必勝。うわー殴ってきた、なんでクリリンどうしたの、危険悪いのかな。てか、このクリリンさ、どう見ても何も履いてないように見えるんだけど、俺だけかな、そう見えるの。いて、ちょっと待って、クリリン。殴んないで、ごめんって。2発も食らっちゃったよ、クリリンに。オッケー、でも174か。1発ぐらいは食らうと思ったけど、2発は痛いな。やったわ、やった。さあここからだ、ここから回復がどれだけ出るか。あー出ない。さあ来い、頼む回復来い。あーダメかー。
さあここがもうリアルに最後のチャンスですね。あと1個、ここでケーキ来たら勝ちだ、勝利だ。あかん、くっそ。まあまあまだでも分かんないぞ。敵から出ることもありますからね。出ない。さあリアルにもう残り入れる場所、おお来たー、やったー、来た来た来た、オッケー、来た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 、ここで250は勝てる。これは余計なことしないでいこう。どうなってんだこの建物は。弱音を吐いてる暇なんてないのよ。ははーウーロン怒られたって、こんな煽るかな悟空。さあ、あとはね、もうカメハメハを使って、あ、ここ当たんないやつだ。うわー怖い。極力戦わずに行こう。さあまずは最初のまたサラマンダもどき、よいしょ、よしよしよし、まだ200残ってるよ。まあここで肉ぐらい出たらね、もう言うことナッシングなんだけどね。さあ上の敵はこっから倒す。カメハメハー、あれ、あら当たんない、あれ倒した、どうだろう、一体どれだけやっつけたらいいんだ。はあはあ、しっかりしてよ、あんただけが頼りなんだから。倒したかなあれ、どうだろう、あー失敗した、カメハメハの無駄遣い、くっそ、全然当たんねえ。もうインベーダーゲームやってるみたいな感じになってるね。よしよし倒した、こいつももう倒しちゃおう、いらないかな。よしよしよし、そしてあいつもここから倒す。はどうだ、あーカプセル出ないか。さあ牛魔王も、なんで牛魔王ここまで来て邪魔するかな。そんなに嫌いか悟空のこと。さあよし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 、まだ173残ってる。万歳万歳、へへん、あと1個だな。よしあと1個ですよ。さあここなんかありそうに見えてなんもないんですよね、ここ紛らわしい。きっとこの上にボールがあるはずよ、だって将軍がいるのよ。誰だろう将軍って。ブルー将軍。誰だろう。へへー、ウーロン怖いんだろ。めっちゃウーロンのことバカにしてんな悟空。さあこいつをまず倒さないと、強いねなかなか。よし何も出ないけど OK。 さあラスボスだ、ボールなんか全然持ってないじゃないか、いちいちうるさいわね、この上よこの上。さあラスボス来ましたね、なんだこいつは。かっこ悪い。さあこいつの倒し方はね、ひたすらパンチですね。本当に嘘みたいですけど、実はゴリ押しが一番こいつねいいんですよね。 HP はね70ぐらい残ってれば勝てるかなと思うんですよ多分ね。さっき160ぐらいで始まってるので、おそらく60、おっともっと残った。さあこれでクリアした、やっけー、いややっと揃ったわ、へえ、早くシェンロン呼べよ、いでよドラゴン、シェンロンじゃないの。そして願いを叶えたまえ。さあ出てきましたよドラゴンが。そう
どんな願いも一つだけ叶えてやろう。さあここでね、タイトルのドラゴンを動かす、ゲームを続ける、ギャルのパンティーが欲しい、パフパフがしたい、もうパフパフがしたいも散々見たね。タイトルのドラゴンを動かすっていうのはもうタイトル画面のドラゴンが動くってことですね。でギャルのパンティーが欲しいっていうのはもうあれですよね、2面の亀仙人がブルマにパンツを見せてもらったシーンが流れるだけ。ゲームを続ける、これが一番論外なんですよね。なぜかというといきなり2周目が始まるから。なのでここはね、タイトルのドラゴンを動かすにしようかなと思います。ゲヘヘヘヘ、私はピラフ大王だ。今回は世界王になれなかったが、この次はきっと。物語はこれで終わったわけではないぞ。これからどんな冒険が待っているのか、それは鳥山先生に任せといて言っちゃうんだ、そういう風に。そして7つのドラゴンボールを私のところへ持ってくるのだ。楽しみにしておるぞ。グヒヒヒヒ。まあこれがね、一応エンディング画面ですね。さあそしてシェンロンが元気に嬉しそうに動いてるね。さあということでございましてですね、今回ドラゴンボールシェンロンの謎を見事クリアすることができましたね。割とね今回早かった、4回目ぐらいの挑戦でクリアしたんで、まあ調子いい方でしたね。はい、ということで、ここまで見ていただきましてありがとうございました。次の動画もよかったら見てほしいなと思います。それでは私バッケンがお送りいたしました。ではでは、バイバーイ。